はい、よしこでございます。よしこでございます。私よしこでございます。はい、今日は12時に起きました。では今からご飯を作っていきます。で今日作るのはヨーグルトを使ったグラタンです。なんかヘルシーらしいんで、ホワイトソースとか使うとやっぱりね脂質とかいっぱい入るんですけれども、ヨーグルトでやると抑えることができるっていう。なのでやっていきましょう。鶏胸肉 150g を切っていきます。で鶏胸肉は、まあ、割と細かくちっちゃめにカットしていきましょう。冷蔵庫開いてた。よし、細かくちっちゃめにこのまま、はい、OK です。これぐらいの幅で、はい、これで OK です。ではオリーブオイルを軽くひいて、でそのままおわり入れて、じゃあある程度炒まったなと思ったら、そこにほうれん草も加えていきます。はい、OK です。次、これを使います。これね、ヨーグルトの水切りしたんですよ。これ、クッキングペーパーに包んでから、で、ちょっと上に重しを置いて水気を抜きました。こんな感じになってます。このお味噌を加えていきます。これぐらいで 10g、 これぐらいでいきましょう。お水50ml、 もういかへんかな。ちょっとお味噌を溶かすような感じで、はい、オートミール炒めた鶏肉たちを入れといて、はい、こんな感じ。そこにチーズなんですけど、このカットエッジチーズ裏ごしらえと、50g。入れて焼いていきます。いい感じですね。じゃあこれを食べていきましょう。朝昼兼用のグラタンです。はい、では食べていきます。お上がりなさい。いただきます。はい、では食べていきましょう。美味しそうですね。なんかすごい熱そう、やけどしそう。じゃあ食べます。うん、おっ、当たり。これは久々の当たり飯。めちゃめちゃ美味しい。オートミール入れたの正解ですね。なんかソースがいい感じに濃くなってる。もうちょっと。うん。これは美味しい。ホッとする。ちょっと下の方に汁がいっぱいあるので、もう少し
ソース多めでも良かったかなと思ったんですけど、まあまあ減量中なんであんまり多くしてもいけないかなと思ったので、もうこれぐらいで、うん、だけで、ね、それにしても美味しいな、これほうれん草と鶏肉とヨーグルトとでこんだけ美味しいものできるんやな。てかヨーグルトすげえな、いろんな使い道あるな。このダイエットにはヨーグルト欠かせませんよ。うん、ではどんどんともりもりと食べていきましょう。はい、ごちそうさまでした。よっこいせと。じゃあアップルシナモンティーでも飲んでいきましょう。茶葉というかテトラポットじゃない、テトラパックを破壊して茶葉少し入ってます。では飲んでいきます。あー美味しい。はい、ではグラタンどうでしたか。まあ今日はほうれん草も入れてなかなかね、いい感じの洋風に仕上がったと思います。全部が全て本当に美味しくできたという料理でした。これは減量というかダイエットとしてはかどりますね。テンション上がる。やっぱり何でもね、減量とかするときって作業化するじゃないですか。作業化しないための工夫としてああいうのをもう作ってください。自分でちょっと手間かかるかもと思うかもしれませんけれども、あれぐらいだったらそこまでの手間はいらないんで。はい、ヨーグルト水切りはしましたけど別にしなくてもできると思います。はい、僕はあえてもうちょっとヨーグルトの味濃いという濃くしたいのでしたんですけれどもね、全然やり方次第では水切りしなくても OK です。はい、では今日の動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、それではまた。